皆さんこんにちは、藤丸です。今日も仮想通貨ニュースとビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコインのチャート分析をしていきたいと思います。はい、ちょっとね、週が明けましたけども、まあ引き続きかなり厳しい展開になっております。特にアルトコインね、アルトコイン暴落で500億円規模のロスカットが起きましたと。で、アルトコイン離れが進んでいて、ビットコインドミナンスが2年ぶりに 50% ということです。これはドミナンスっていうのは市場占有率なんですけど、仮想通貨の時価総額の、まあ、半分以上がもう今ビットコインになっているという感じ。ところまでビットコインに資金が集中しているっていう状態になっております。で、今年のそのロスカットで言うと、今年で一番大きい、ね、ロスカットになりましたね。3億5000万ドル500億円のロングロスカットですと。で、今そのドミナンスが50にいったっていう話で言うと、まあ、結構このね、ラインっていうのは今までも、レジサポが効いてたんですけど、まあ、そこを上に抜けたっていうことは、もしかしたらね、下手したら本当に一番最大で 73% ぐらいまで、73% っていうのは2017年の12月、2019年の9月、2021年の4月とかにもね、3回ぐらいタッチしたところになるので、そこぐらいまで上がってくる可能性ありますよと。で、そうなったら価格どうなるかっていうと、例えばビットコインは上がってくんだけど、アルトコインはなかなか上げないみたいな、そういう相場になりやすいので、そこはちょっと認識しておいた方がいいかなと思います。アルトコインは結構やっぱしばらく厳しいよということですね。で、ロビンフットで、まあ、上場廃止になりますって言われた体の A だと、ポリゴンと、あとソラナについては、一応6月22日までは売買とか送金ができるらしいんですけど、期限を過ぎても、この銘柄を保有してた場合は、勝手にね、サイトの中で売られてしまうっていうことになります。で、その売り圧が、まあ、意識されて、まあ、かなりどのコインも一気に下げてきたということになっているようです。チャンポンチャオがですね、バイナンスが保有する仮想通貨資産売却の噂とか、ロビンフットの件に言及してます。悪い噂や恐怖心に惑わされないように、まあ、投資する際は適切リスク管理を行うように、まあ、注意喚起しておりました。ツイッターですね。チャンポンチャオ CEO は、24時間の純流出額が3億9200万ドルに達したということを明かしています。バイナンスの純流出がですよ。バイナンスから抜けた資金だけでも500億円ぐらいあるということで、まあ、かなり影響が大きかったと。ウェザーレポートっていうのがコインテレグラフにあったんですけども、まあ、トレンド系のやつとオシレーター系っていうのがあるんですが、オシレーター系で言うと、まあ、RSI、ストーキャス、MACD、モメンタムとあって、まあ、全体的には中立ぐらいなんですけど、トレンド系、これ移動平均線を根拠にしたトレンド系で言うと、まあ、強い売りになってますよということで、まあ、一気にね、相場感が悪くなりましたっていうレポートになっておりました。はい。あとね、今後その訴訟がどうなるのかっていうところでまとめ記事があったんですけども、なんか一つは、まあ、コインベース対 SDC の法廷争いは結構注目ですよと。で、特にコインベースっていうのはもう完全にアメリカに拠点を置いてサービスをしてる会社なので、もう逃げられないんですね。バイナンスとかは別に最悪、その元々アメリカにない会社で、それをまあアメリカ人に提供してたとかって話がある。なってるので、まあ、子会社作ってバイナンス US で、まあ、やってたっていうのもあるし、あとはまあ隠れて、まあ、アメリカ人が隠れてバイナンスグローバルの方を使っちゃってるって場合もあるんですけど、いずれにしてもバイナンスはもともとグローバルな取引所なんで、別にそのアメリカっていう一つの国に対して訴えられても別にそんなに困らないっていうのがあるんですけど、まあ、コインベースはしっかりね、そのアメリカで拠点を持ってる会社なんで、まあ、バチバチにね、これ裁判で争うってことになりそうだということです。だからこれは結構、まあ、相手としても、結構まあ見物なところがあって、まあ、コインベースほどその訴訟にかける資金をたくさん持ってる会社ってアメリカにそんなに多くないんですね、仮想通貨業界では。で、仮想通貨業界のアメリカの会社だと最も、ね、資金が潤沢な会社であるという言い方もされてたので、まあ、ここ その証券に該当するかどうかみたいな判断が、まあ、どういうふうに進んでいくかっていうのは、まあ、今後の仮想通貨にとってめちゃくちゃ重要なことになります。ただアメリカの訴訟ってすごく長いんですよね。まあ、リップルの訴訟が2020年に起こされてまだ終わってないってことを考えると、やっぱり数年スパンはかかるわけですよ。だからこのバイナンスとコインベースに対する訴訟それぞれ、まあ、多分今年とか終わるとかっていうのは絶対にありえなくて、もう2025年とか6年とか7年とか、まあ、それぐらいまでかかるという想定で、まあ、今後の投資方法について考えた方がいいかなと思います。で、そうなってくると、まあ、リップルもSEC に訴訟されてから結局2021年にバブル来ても17円の最高値更新できませんでしたね。だからそういうことになりがちなので、今回その刺されているようなコインは次のバブルが来たとしてもそういう風になる可能性があるという風に認識した上で仮想通貨投資をやった方がいいんじゃないかなと思います。はい。
で、あと大事なのは、2024年にアメリカで大統領選挙が行われます。まあ、今、民主党のバイデン政権なんですけども、あと1ヶ月半ぐらいしたら、まあ、選挙がありますよと。で、今回のそのバイデン政権側の、まあ、その対応について、まあ、このクリプト民は、まあ、やっぱりあんまりよくは思ってないですね。だから、結構その、クリプト民で言うと、どっちかというと共和党に票を入れそうな感じではありますと。で、バイデン政権がまた次も、続投した場合は、またこの厳しい規制が続いていくってことがありますので、まあ、24年の大統領選挙で民主党になるのか共和党になるのかってところも結構ね、次の大きなポイント。まあ、25年にバブルあるとよく言われているので、まあ、そのバブルの時にどっち政権なのかっていうのは結構ね、重要になる可能性はあると思います。はい。で、あと、ライトコインの半減期が、予定日が分かりました。8月の7日頃になるということですね。で、オンチェーンデータは大口投資家の動向を示唆ということになっております。で、次の半減期で、だいたいライトコインの、採掘報酬は、今 12.5 ライトコインなんですけど、今、次で 6.25 ライトコインになるということなんですね。で、今出してる通り、ライトコインの半減期は、まあ、半減期あるたびにね、一応価格はね、だんだん高くなってます。2015年時点では 2.95 ドルしかありませんでした。めちゃくちゃ安いですね。400円ぐらいです。で、2019年の時は94ドルでした。まあ、今とだいたい同じぐらいの価格帯です。さて次どうなるかっていうところなんですけど、まあ同じぐらいの、今ぐらいの価格帯で推移して終わるんじゃないかなと。まああとは、まあ場合によっては100何十ドルぐらいはいきそうなんだけど、まあ今ね、相場があの、ご存知の通り悪いので、まあライトコインだけで、例えばいきなり10倍に跳ねますとか、そういうことはないんですけど、まあ、半減期に向けて少しずつ上がってくるっていう可能性があると思います。はい、じゃあライトコイン XRP、イーサリアム、ビットコインします。まずね、その渦中のライトコインなんですけど、ライトコインね、やっぱりこのアセトラがね、バチクソに効いてるみたいで、その下限までね、綺麗に落ちてきました。76ドルですね。だから、まあ、ライトコインの反撃に期待して買うのであれば、まあ、このまま一番下がったとこで買い増しすると、まあ、それを、例えば一番上の線まで全部落ちして、103ドルとかまで行きます。というふうになると、まあ、1.5 倍ぐらい取れるので、まあ、反撃までライトコインはちょっとね、トレードしてみようかなという人は、今めちゃくちゃ買い場のチャンスかなというふうに思います。うん。まあ、この線をね、割るって可能性もあるんだけど、でもこの線って結構、1、2、3、4回もサポートされてるので、なかなか割らないんじゃないかなと思います。まあ、短期トレードの人は、まあ、こういう場面で、逆張りのロングしていって、反発待ちっていうこともできるかなと思いますね。はい、XRP です。XRP はですね、まあ、大きなヒゲをつけて、0.51 ぐらいまでは戻ってきました。ただ、まあ、このチャート形状だから、ちょっと高値更新には向かいにくいかなと思いますね。今もダブルトップみたいな形になっているので、まあ、もう一回例えば、その、この上の斜めの線をブレイクに挑戦してとして、まあ、0.53 ドルにつけたとしても、まあ、そこからショートとかね、利確定の利が入りやすくて、まあ、だらだら下がってきやすいチャート形状かなと思います。基本はちょっと一旦ね、例えば、移動平均線ぐらいまでちょっとまた落とす、日足の。100日の平均線が 0.46。50日の平均線が 0.47 ぐらいなんで、まあ、それぐらいまで落とすじゃないかなと、だらだら下がってきてね。うん。ちょっと厳しいかなと思います。まあ、短期トレードするんだったら、上の斜めの線にタッチしたあたりで、まあ、ショート入れる。0.53 ドルぐらいでショート入れるっていうのが、まあ、普通のトレード方法かなと思いますね。はい、じゃあ、イーサリアムです。で、イーサリアムは、今ね、1745ドルですね。やっぱり1700ドルが硬いみたいで、なかなか割らせないです。なんで、ちょっとトレンドのね、引き方も変えて、まあ今、下降ウェッジという想定にしました。まあそしたら、まあビットコインと同じような形になったと思います。だからまあここをまあ、1700ドル割るまでは、この三角形で推移するって考えたら、まあそろそろね、一旦ちょっと、今週あたりは、また今度上の線タッチで1840ドルとか、まあ、それぐらいまでタッチしていく可能性はあるのかなと思います。で、短期で見ても、今ね、まあ、ダブルボトムというか逆三尊みたいな形になって何回か下1700を試したけど割れないというのを繰り返しているので、まあこういうタイミングでロング入って1800ドル超えたところで利益確定するみたいな、まあそんな感じでこの三角形の中でトレードするというところです。で、ビットコインですね。ビットコインは本当底堅いんですよね。25,900ドルなんですけど、やっぱりこのウェッジとか25,000ドルのサポートをまあ割らせないで、まあ推移しているって感じです。ただ大きな値動きがないので面白くはないんですけど、まあ、でも 2万5000ドルが何回かね、試されたけど、結局割らなかったってことは、一旦また上に振ってくるんじゃないかなと思います。で、斜めの線のその上のラインにタッチしたら、まあ2万7000ドルぐらいまで戻すって可能性は高いかなと思います。まあ、僕は今日まで適当に買い増ししました。
はい、あとキャンペーンの方は、ビットゲットで、初回登録で、5000ドルぐらいもらえるキャンペーンやってますので、ぜひね、コメント欄の一番上にあるリンクから登録してみてください。そしてチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして僕の Twitter、Instagram、TikTok もフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上のゲームズ取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。